申し込む。サギトは金メダルのご褒美に両親に秋田犬をねだり、きっと私のことを守ってくれる。フィギュアスケート女子のアリーナ・サギトは15イコールロシアが英称五輪で金メダルを得たご褒美に秋田犬を欲しがっていることを25日ロシアの公式フィギュアスケート連盟が伝えた。オリンピック前に行った日本での合宿で秋田犬の写真が載ってる冊子を読んだと切り出し、この犬種は映画8約束の犬でして、私はすぐに好きになったの。私にもこんな献身的な犬がいたらとすごく欲しくなったと秋田犬と暮らすことを夢見ている。モスクワの家では猫1匹とチンチラ2匹を飼っているという。ママに犬が欲しいと言ったらオリンピックで良い演技をしたらねと言われた。まだわからないけどパパと話し合ってるみたいと犬を飼えるかもしれないことを伝えた。動物たちには親に話せないことも話せると語り、絶対に裏切らないし、私のことをよく理解してくれていると真の動物好きを明かした。前はヨークシャテリアもいたけど小さかった。秋田犬とは散歩もできるし、きっと私のことを守ってくれる。五輪後の心境を明かした。ロシアではプーチン大統領が日本から送られた秋田犬の夢を飼っていることから人気があるという。